頑張ったら全部出すよ。あまりにも止まっちゃうから出さない。そうだ、ね、もう頑張ってやれる人。あ、まだまだ。お父さん頑張れる人。お母さん頑張れる人。いや、おばあちゃん頑張れる人。おばあちゃんか、子供たちは。子供たち頑張れる人。いいね。じゃあもう一回1、2の3ポンでジャンプしてみようか。いくよ、せーの、1、2の3ポン。これでホイって言いましょう、みんなで。いきますよ、いくよ、1、2の3ホイ。いいね。もう一回いくよ、今度は奥の人。いくよ、1、2の3ホイ。奥飛んでないな。あのシャボン玉を捕まえてポンって潰すような気持ちで高く飛んでください。いいですか。手前の人いきますよ、まだシャボン玉出てないからあれだけど、いくよ、1、2の3ホイ。来たよ。今度そこの藤棚の人いきますよ。外で見てる人も飛んでくださいよ。いきますよ、1、2の3ホイ。いいね。よし、これならできるかも。いけるかも。元気出していきましょう。元気がある人。よし、じゃあしっかりとあのベビーカーの人もゆっくり進んでいただければ大丈夫ですから、皆さんで楽しくやりましょう。はい、よろしくお願いします。歌も元気出していってよ。もうちょっと歌も元気出して。はい、では踊ってない人ぜひ輪の中に入ってください。出るようにみんな頑張ってね。最初のポン大事らしい。ポイも結構加算ポイントらしい。では行きます。お願いします。
にお知らせします。今日は地域の方による屋台も出店しております。千住ならではのメニュー、体の温まるメニュー、シャボン玉にちなんだメニューなど様々に取り揃えておりますので、ぜひご一緒にお楽しみください。会場にお越しの皆様にお越し物のお知らせをします。鈴のついた自転車の仮が、落とし物として届いておりますので、本部にてお預かりしております。心当たりのある方は本部まで取りに来てください。よろしくお願いします。